出たわね、化け物。はよし、よくねえよバカ野郎。ああ、ユサさん、それ人体模型って言ってただの人形です。え、アパートから出なきゃいいだろ。っていうか、大家ってどういう趣味してんだよ。誰が着るわけこんな水着。でもこの水着はちょっと可愛い。本当だ、私買っちゃおっかな。サイズ大丈夫か。あんたね。いや、いい。はあ、もういいわよ。今日はあの変態にいじめられてくたくたなの。早く下ろして。おい、エミ。何？前はだけてるぞ。モサルさん、迷子だろうか。服を着ているが。ほら、怖くないから出ておいで。あ、はあ、お、なんか気に障る猿ね。レンタルやってるからでしょ。人に助けられといて何その言い草。頼んでないわよ、別に。んだとこの胸なし。そんなことよりエミリア。そんなことでは何よ。重要なことよ。ん、これ。あ？前に借りた傘捨てちゃったでしょ。新しいの返してあげるから、ありがたく受け取りなさい。ああ、早く取れ。あ、はい。今16歳だっけ。そうですよ。どうかしましたか。あ、チオちゃんのは大きい、いや、かわいいなーって。本当ですか？マオさんもそう思ってくれるかな？じゃあなんでいつもマオさんの近くをうろうろしてるんですか？こいつと私の関係は簡単に語れるような間柄じゃないの。自分の方がマオさんと親密だとでも言いたいんですか？だったらそう取れんのよ！そうとしか取りようがありません！だから二人とも落ち着いて。かしこまりやした。ビッグマグロバーガー、ワンプリーズ。戦うつもりはないわ。必ず来なさい。あざーす。脇へずれて少々お待ちくださいませ。めんどくせえ。欲しくなるよね。その点、エミはいいな。え？ほら、事故現場で話してた人。あいつは！あいつとか言っちゃう仲なの？結構いい男っぽかったけど。とっても気になるな。あいつ、あんなのは何でもないわよ。看板に穴が。ちょっと触らないでよ。喧嘩してる場合じゃねえだろ。やるじゃないか。これでも勇者よ。バカにしないで。それじゃあ俺の上からどいてくれ。 あなたが勝手に私の下敷きになったんじゃない。まあいい、用が済んだらとっとと帰ってくれ。言われなくても。朝パラグラ。おい、エミ、ここの階段その靴だと。敵襲か。とと止めてもらえないかしら。財布落としちゃって。なんで私に優しくするの？あ？なんで私に、人に、世界に優しくするのよ。なんで優しくできるのよ。優しくできるなら、なんで私のお父さんを殺したの。権限せよ、我が力、魔を打ち滅ぼさんがため。正方機か。私は勇者。世界が変わってもその真実だけは変わらない。お前は静かに上り下りできんのか。魔王。ったく、勇者が階段でこけんなよ。何してんだよ二人とも。私の方はいつでも帰れるけどね。これからはゲート制御のために正方機回復の手段をアクセス探す必要もないし。だったらとっとと帰ればいいじゃねえか。私は勇者よ。あなたが日本にいる限り、ここであなたを見張る義務があるの。ああ、めんどくせえ。
勇者ともあろうものが情けない。あなたに言われたかないわ、アルシエル。あのすっからかんの冷蔵庫、もうちょっと計画的に買い物しなさいよ。魔王軍一の地匠が聞いて呆れるわ。私のせいじゃ、私のせいじゃないのに。おい、エミリア。黙れ。貴様と話をするつもりはない。いや、そのナイフ、笹塚の百均で売ってるやつじゃないか。お前、政権はどうした？そんなことあなたには関係ないわ。王様、申し訳ございません。あの子に一体何をするつもりなのか。誤解だ。王様は決して横島な考えでああしてるわけだ。横島じゃない魔王がいてたまるもんですか。頼むから話を聞いてくれ。俺に預かり光栄でございます、魔王様。うむ、ぶっかじゃないの。魔王がこんにゃくとキュウリだけの夕飯なんて。悪いかよ、貧乏なんだよ。悪いわよ。何よ、こんなくたびれたやつを殺すために世界を渡ったの。最低よ。一人暮らしの私だってもうちょっとマシな生活して。ダメだよ、刃物は。彼氏、血は喧嘩かなんかだと思われてんだろ。ちっかく、私とこいつとはそういう関係じゃありません。とにかく別れ話とかならちゃんとお互い話し合って、もっと穏やかにね。それが何？もしかして魔王さんの元カノですか？何を言い出すの？やっぱりそうなんですね。なら私が魔王さんにどうアプローチしようと、今さらお姉さんには関係ないじゃないですか。バカなこと言わないでもらえる？私とこいつはそんな